レオさんは、あのさっきの話戻るけどレオさんは森保さんの戦うようをバカにしてるのに、<laughs> 今、選手に気持ちのこと言うんですね、みたいに言われると、いや、違うと思う。あの人は戦えてる選手に対して知性を与えないから俺は言ってんだと。戦うのなんて大前提なんだと。で、これは俺が戦術の分析の YouTube でみんなにあのー、物届けてるからそう思われがちなんだけど、よくよく考えてくれと。俺の何が みんな伝って、確かにこれ,のこれをやってる姿は当然だけど何よりね、自分でもあんまり言いたくないけどこの67年言っちゃえばただの素人だった時から毎日動画をもう気づいたら3000本ぐらいあったでしょ2000本上げててどんな眠くても大事やもうね生配信してみたいなで、そっからオンラインサロン始めて現場行ってみたいな週4でサッカー、ね、自分でもやって監督やってみたいなそこのさメンタルじゃんマジで。<laughs> 俺マジ自分何誇れますかって言ったらもしかしたら数年後の自分は今自分がやってるこの,ああの頭知能を使ったところに対して矛盾は感じるかもしれない矛盾というか突っ込みどころは感じるかもしれないでも俺が絶対に振り返った時に自分を否定しないポイントで言ったらあの眠かった夜寝なかったよなとかあの休みたかった日に休まないでちゃんと行ったよなみたいな現場にみたいなそこなんよ。 クソ試合も必ず見直ししたりしていやそうなんよだそこのメンタルのところだから俺がみんなに知ってもらってみんなとこういうふうにサッカーの話何千人でできるっていうのはこの戦術をすごい頭よく喋ってたからじゃないよやり続けたっていうこの誰に届こうが届くまいが数が行こうが行くまいが本質そこじゃねえって言ってどう叩かれようがぶれずにやり続けたここなんよねもう情熱系 YouTuber って名前変えてやろうかな なんだけど、いや、戦術よりも大事はもありません。お前ら何も見えてねえなっていう。そう森谷さんの試合だって、そうそう、いや毎回分析動画出したけど、今だって見てるし、喋ってるし、なんならもう呼ばれた現場でも喋ってるしさ。何にも分かってないっていうやつがうるせえんだよ。そうそう。でこういう話をね、こう分かってくれてるみんなにすんのも辛いから、でこれ言ってのはあの、今後ね、出会うシュアーボの選手たちに対してのメッセージなんでしょうね。今のシュアーボにいる選手たちはどうなんだろうな分かっててほしいけど。 僕が僕自身に誇れるポイントはメンタル1点ですからね。そのメンタル、情熱があるからこそ、その情熱をただ頑張れ頑張れって言うだけじゃなくて、それを結果とか現象に出すための戦術だったり、原則だったり、練習メニューだったりっていう知性のところですから。から知性があるから、えー、選手の情熱を焚きつけられて、情熱があるから、えー、それを選手をサポートする知性に変換できるんだよ。っていう話をずっとしてんだけど、なぜか戦術と情熱。 技術術と戦術みたいな分けらられるからでそれでねサッカーファンは入れ替わるし俺のファンも入れ替わるからずっとこれ喋んなきゃいけねえんだろうな一生っていうそれを背負いながら生きていく僕をこう動物園的な感覚でみんな見ててくれたら嬉しいですけどねなんか乗ってきちゃってすげえ喋っちゃったけどね。<laughs>